皆さんこんにちは。こんにちは。マロンチャンネルです。私たちは夫婦プラスワンで車中泊旅を楽しんでます。いよいよ暑くなりました。はい。今日も35度を超える猛暑日でした。ということで、せっかくなのでポータブルバッテリーを使って車中泊をしてみたいと思います。はい。とは言いましても初めてのことなので、自宅の駐車場からお送りさせていただきます。危険なことが起きたら大変だからね、やっぱりね。ただいま外の気温が 30.9 度、車内は 31.0 度、ほぼ外の気温と同じです。そしてポータブルクーラーをつけています。はい。ダクトなんですけれども、相田野さんの動画を参考にさせていただいて、こういう先が細くなったもの、これをつけてます。一見抵抗がありそうなんですけれども、ダクトの断面積とこの先の平たい口ですね、この断面積は計測したら同じでした。形状による抵抗は多少あるのかもしれないですけれども、これでやってみたいと思います。ただしですね、径がぴったり合うものがないので、今ここ切って広げてベルトで固定してます。そしてこれをこんな形で窓から2つ出しています。前回は窓に穴を開けたボードをつけて、そこからダクトを出していたんですけれども、窓を開けてないとそれができないので、防犯上もうちょっと窓を閉めたいので、今回はこのような先が細くなっているものをつけました。バッテリーは付属のバッテリーを使っています。まずこれがどこまで持つか計測してみたいと思います。で、もし残量が少なくなったらマックスパワーの 1000W の方に切り替えたいと思います。現在時刻は6時43分です。ただいま時刻は7時13分です。汗をかくほどではない感じで、十分過ごせる感じなんですけれども、気温としては車内の温度が 30.6 度、まだ下がってない感じですね。はい。ということで、マロンはちょっと家の方に避難させて食事の準備に取り掛かりたいと思います。はい。暑い日はスタミナをつけるということで牛タンをいただきたいと思います。はい。株式会社タンクンよりご提供いただきました、おうちでタンクンです。こちらは厚切り牛タン塩極み2パックと秘伝南蛮味噌です。牛タンと辛味噌は冷凍の状態で送られてきます。はい。そしてこちらは冷蔵庫で8時間ほど解凍しました。はい、はい。牛タンといえば仙台の牛タン定食ということで、ご飯は麦ご飯、砂糖のご飯の麦ご飯、もう一つマルちゃんの麦ご飯、ちょっと2種類用意してみました。今からこれをアイラップで湯煎にかけたいと思います。はい。で、湯煎のお湯を沸かすバッテリーは、今日はエコフローのリバーツマックスを使います。じゃあ入れます。はい。今 IH クッカーは 600W にしました。リバーツマックスの方は510ぐらいで動いてます。はい、麦ご飯開けます。はい。あ、こんななんだ。ほら、ふくふくしてるよ。で、まるちゃんね。まるちゃん、はい、はい。そんな感じ。はい、はい。20にして、はい、砂糖のご飯、はい。あ、やっぱ色が違うね、全然ね。うん。こっちは本当に麦が入ったご飯って感じ。なんか柔らかいな。はい、マロンはいつものカリカリです。はい、チュールを混ぜます。はい、じゃあいくよ。よし。
牛タン定食と言ったらテールスープということで、無印良品の牛肉とネギのテールスープを用意しました。小型の電気ポットでお湯を沸かします。これちょうど2人分で車中泊にぴったり。はい、電気ポットはサブバッテリーで取ります。あ、テールだ、牛肉、あ、本当だ。すごい、すごいよね、すごい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 。はい、シートベルトはアルミホイルでカバーしました。はい、そして換気扇をつけます。はい、まもなく8時です。外の気温が 29.6 度、車内は 30.7 度です。ポータブルクーラーの吹き出し口の温度は 25.7 度なんですけれども、車内全体を冷やすというところまでは行ってないですね。体感的には汗をかくほどではないですけれども、涼しいという状況ではないです。まあ暑いかな、ちょっと暑いかなって感じですかね。解凍した牛タンは水気をキッチンペーパーで取ります。はい、マロンガ、うわ、この厚さすごい、すごい、すごい、ほらすごい。あ、マロンガ狙ってる、ちょっとまずいかも。これはすごいぞ、しかも大きい。あれどうした、大丈夫、見てこの大きさ。はい、6枚、はい、以上。はい、この大きい牛タンが6枚入ってる。でね、若い人だったらお腹いっぱいなるね。我々は2人でちょうどいいぐらいです、うん、この厚さすごいな。まずは片面を焼いて焼き色がついたら裏返す。うん、強火だってよ、それも。いや、大きいね。大きいね。はい、今ごま油を引いて焼いているんですけれども、出てきた油はキッチンペーパーで吸い取るそうです。はい、今500ワットでは火力が弱いので、マックスパワーの1000ワットの方を使ってます。そして IH クッカーは今700、車内温度は 31.6 度に上がってきました。牛タンひっくり返してます。 IH クッカーはここから熱い空気が出てます。なるべく換気扇で吸うようにはしてるんですけども、車内を温めてますね。これは、はい、はい、絶対今食べたいかもね。今食べましょう。そりゃそうだよね。これいい感じじゃん。美味しそうだよ、ほら。おお、マロンは自分が食べられるものじゃないと思ってるので欲しがりません。切ります。はい、ほら、こんな厚いの。美味しそう。いただきます。どうぞ。うん、OK? しっかりした歯応えっていうの、厚みが、うん、塩加減もいい感じ、うん、うん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 、いや、ご飯食べたい、うん、おお、これは美味しい。そうね、ご飯が食べたい味付けですね。うん、いいですね。はい、今日も体フリー。どうも。お腹周りの脂肪を減らす。はい、じゃあ乾杯。お疲れー。はーし。うん、牛タンにノンアルですけども、ビール最高。はい、第2弾出来上がりました。いや、これ2人分でも十分な量だわ。だね。
仙台の牛タン定食ってこういうのついてくるんだよね、漬物がね。そうです、はい、なのでつけました。はい、辛いやつ、うん、はい、パカ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 、本当に麦飯って感じだね、うん、うん、じゃあいただきます。なんか本格的な仙台の牛タン定食になりました。はい、うちで今ハマってる素もやし、はい、お箸についたこの味噌をちょっと舐めたら、うん、超辛い、これ最高、最高、うん、これ辛味噌、わあ、ね、うん、美味しいよね、美味しい、ほんのちょっとでもいい感じ、うん、本当にあのちょっとずつ食べないとだよ。はい、じゃあこれをつけてこんな感じでいただきます。この唐辛子はちょっとずつお口に入れるとね、うん、か刻むかね、うん、そして麦飯、はい、じゃあいただきます。厚みがあるから、うん、噛み応えがある、そうそうそう、あの焼肉屋さんで食べる牛タンって、うん、ペロンじゃん、薄いよね、うん、本当に口にパッて1枚入れたらなくなっちゃう、うん、でもじゃなくてこの小さいやつでも、うん、厚みがある分よく噛んで食べるって感じ、うんうん、そうだね、うん、うん、これは本格的ね、うん、なかなか売ってないよね、こんな厚い牛タン、あ、売ってないね、うん、うん、うん、これこれこれ絶対さ、炭焼きだね、うん、そうだね、うん、今度は炭で焼いてみようか、うん、うん、これも美味しいと思う、うん、やっぱりね、この熱いからこのサクっていう歯応え、うんうんうん、これはなかなかね、うん、あの薄い牛タンでは出ない、ね、うん、そうね、なんて贅沢な、なんて幸せな、うん外の気温が 28.7 度、うん、で車内は 30.7 度なんだけど、うん、いつもの車中泊だと外の気温プラス5度、うん、車内でね、うん、大体、うん、そうするといつもだったらば 33.7 度、うん、約34度ぐらいに上がってるところが、うん、約31度だから3度ぐらい、うん、全体を下げてくれてる感じかな、うんうん、何せ昼間がね35度超えてたからね、うんうん、まあ、ね、猛暑日だったんで、うん、今日はね、うん、でもこうやっているのは私これやってるせいもあるけど、うん、ものすごく暑いなとか汗ダラダラだなってそういう感覚ではない ね、 ないね、うん、汗はかかないね、うんうん、でマロもすごいハハハハしてるかと、うん、口は開いてるけどそれほどではない、うんうんうん、シャロン、美味しかった？僕、食べてません食べてないって匂いだけです。僕も食べたかったなじゃあ、マロンにはんなんか別なもの見ようかな、やったわかるんだね、ね、あ、そうだね、別なもの、うん、マロンには別なもの見ようかな、分かるの、分かるの、言ってこと分かるの、どうしよう、あんのかな、座れ、なんだっけくださいだ、うん、はい、はい、できるようになったね、はい、よし、じゃあ今度こっち向いて、我慢できないって、よし、おー、おいしい、おいしい、よかった、おいしいね、やっぱり僕はこれが一番だい、もう一回ね、座れ、くるくる、待って、あれ我慢できないって言った待てがよしね、はい、おしまい、おしまい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした、美味しかった美味しかったね、はい、本当は
RV パークとか行って、うん、外で肉を焼いて、はい、あのカセットコンロでね、ちょっと火力の強い、うん、そして牛タン定食を作ろうと思ってたんですけども、うん、まあそういうわけで今日と明日が最高温度が35度とか、うん、最低温度もなんか結構高くて、うん、いくらなんでもちょっと危険かなと思って、まあ、自宅にしたわけです。はい、はい、じゃあ片付けますか。片付けますか。はい、キッチンペーパーで拭きます。あ、テールスープはちょっと油だね。テールからの油が出るんだ ね、 うん、そうだね。はい、はい、あとはウェットティッシュで仕上げ。はい、ニトリの食器はピカピカ。現在9時9分です。外の気温が 28.5 度、車内は 30.3 度です。外の気温プラス2度ぐらいですね。まだ時間があるので、このまま温度がどう変わるのか様子を見たいと思います。ずっと強力モードで作動してるんですけれども、開始してから2時間半、バッテリーは2メモリ減りました。5つあるインジケーターが3つ点灯している状態です。片付けが終わったのでお風呂に入ってきます。はい、行ってきます。もちろん自宅の。はい、はい、どうぞ。お、涼しいぞ。ただいま10時31分です。外の気温が 27.6 度まで下がってきたね。で、車内は 26.3 度です。さっきよりは、うん、全然いい、うん、やっぱり人がいなくなったということとか、うん、ああそうね。で、さっきは IH クッカーを使ってて、あ、そうそうそう、ちょっと熱を発してたからね。そうだよね、うん、あとこれも暑いから電気消してからお風呂に行ったから、うん、そういうのもあるかもしれないね、うん、やっぱりね、外の気温が 27.6 度、うんうんうん、超熱帯夜の30度はやっぱり厳しいかな。厳しいかな、ね、でも 27.6 ならまだ熱帯夜の状態、うん、で車内は 26.3 度、うん、だから外の気温よりも下がってるわけだから、うん、下がってるってことだよね、うん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 、ただいまちょっと丸くちゃってごめんね。ただいまバッテリーのインジケーターが最後の一つが点滅してるので、間もなく切れる感じかな。ずっとターボモードの風量もマックスで運転してました。4時間ぐらい、そうだね、4時間行ってないぐらい、うん、今バッテリーを切り替えてポタ電の方から電源を取ってます。今バッテリーが切れてクーラーが一旦止まったんですけれども、その時はやっぱりちょっと暑かったね。暑かったね、急にね、急に暑くなったね、やっぱり、うん、で再開したらまた涼しい状態です。だからかなり効いてるね。この冷たい風がやっぱり来るっていうのは違うんだね、うん、この体感的に、はい、うん、そしてその風が後ろから、うん、実は扇風機で来るもんだから、うん、扇風機の風が冷たいって感じ、はい、うん、今外の気温が 27.7 度、車内は 27.9 度です。あっちよ、あっちあっち、そう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 、あっち見てる？いいね、いいね、見てる見てる、いいね、うん、にこりーにこりー。ただいま11時です。外の気温が 27.9 度、車内は 27.3 度なんですけれども、ちょっと寒い、うん、ね、頭が痛い、うん、なので今一番弱いスリープモードにしました。吹き出し口の温度は23度になってます。結構冷たい風が出てきます。マロンは今気持ちよくて寝てましたね。ね、うん、マロンの体も冷たくなってきた気持ちいいね、よかったね、うん、気持ちいいね、これなら寝れる。ずっと朝までこうだといいけど ねそうはいかないんだろうな、きっと、うん、何時頃気温が上がってくるんだか、うっすらとしてきた頃にはもう気温が上がってくると思います。だから逆にどうなんだ、ゼロブリーズを止めといて、うんうんうん、その頃にもう一回つけるようにすればいい。そうだね、じゃないと電源なくなるよね、うん、
RV パークだったらいい。あ、もう全然問題ないね。問題ないね。RV パーク。天気の心配ないんで。そうだよね。そしたら使えるね。うん、はい、うん。はい。ただいま11時34分です。外の気温が 27.8 度。車内は 28.6 度。まあ、そこそこ寝られない温度ではないんだけれども、うん、ちょっとですね、バッテリーの方が、マックスパワー 1000 ワットアワーなんですけれども、現在残りが 75% で、このままだと 5.5 時間持つということなんですけど、ちょっとバッテリーの方が不安なので、我々は家の方に避難します。はい、無理をせずに、うん、また明日の朝を迎えたいと思います。はい、これが RV パークであれば、うんうん、外部電源が使えるので、うん、電気のこと心配せずに過ごせると思います。はい、自宅でも使えるんですけど、ちょっとコンセントが足りないのね。届かないんですよ。線が短くて届かないので、はい、はい、今日はここで、はい、一旦家に戻ります。はい、おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。ただいま9時6分です。外の気温が 30.9 度、車内は 32.7 度です。ただいまポータブルクーラーで冷やしているところです。ということで、この時間帯が一番暑いんですね、うん、なのでこの時間までバッテリーが持ってくれないとポータブルクーラーが使えなくなると。 RV パークであれば問題ないんですけれども、そうですね、ポータブルバッテリーでクーラーを使うときには注意が必要だと思います。車内で朝食の用意ができるように準備をしてきたので、はい、せっかくなので、はい、ここで朝食をいただきたいと思います。はい、はい、じゃあロン君移動しますか。おいで。行きたくないんだよな。もう行きたくないな、はい、そっちがいいな、うん、場所的にロン君移動しましょう、うん、ちょっとどいて、はい、どいてって言うとそこに乗るんだ、ね、ほら移動します。はい、移動するよ。移動するよ。ずる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 。そのまま行く。ずる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 。出るかな？ずる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 。ずる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 。はい。え、いいよ。はい、どうぞ。はい、ここ大事。はい、リコ。そこ風船。そうそうそう。はい、いいね。はい。ね、一回当ててあげるからね。はい、でポータブルクーラーのバッテリーはマックスパワーの線から延長ケーブルで取ってます。そして IH クッカーのバッテリーはエコフローのリバー2マックスから取ります。私たちが朝食を食べるときにマロンにおやつをあげようと思って持ってきたんですけども、もう食べる気満々なのでちょっとだけあげます。なるよ。待って。はーい。ちょっと、ちょっと手に。はーい。はい、ありがとう。よかったね。おいしいね。おいしいね。ちょっと飲み込んじゃった。ちゃんと噛まないと。はい。じゃあ、お水入れます。はい。はい、300。電気ポットの電源はサブバッテリーから取ります。はい。インバーターは400ワットです。はい、では本日のメニューを紹介してください。はい、日本ハムのナンドック、はい、ロールピザ、はい、ハム&チーズ、はい、はい、どうなるかやってみます。これをホットサンドメーカーで焼きます。はい、ハム&チーズ。お、ぴったりだよ。ほら、ぴったりだね。じゃあもう一つ入るかな。入るね。うん、ロールピザ。あれ届かないじゃん。大丈夫。じゃあ行きます。お、いい感じ。うん、じゃあこれとなんかいい匂いがしてるよ。あ、そう。
はい、現在扇風機を抱えております。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。はい、はい、あっちは、うん、すごいトロ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 、よし、はい、どうぞ。あっち、あっち、あっち、ほら、トロトロ、マロンが狙ってます。うん、あー美味しい。あっつあつ。うん、うん、いいよ、大丈夫。うん、大丈夫。あっていいよ。どうぞ。よし、よしって。うん、うん、うん。ホットサンドメーカー使ったら車内がすごい熱くなりました。やっぱり ね、熱を発するものはね、はい、暑い時はいけませんわ。続きまして、チーズ&ハム。チーズがちょっと変わってんの、うん、ね、なんか黄色い、うん、うん、はい、こちらはナンドックです。ホットドッグが入ってるな。カレー味かな。 あカレー味なんだからね。そっか、うん、カレーなんだね、うん、チジは一緒だよ、うん、南風になってる、うん、向こうは丸いの、うん、ふにゃふにゃのよりは美味しいと思うな、うん、ヨーグルトはお腹の脂肪を減らす食べ物に頼るという。食べて痩せようとする。食べて痩せ。はい、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかったね。ね、うん、これ使えるね。うん、うん、1個130円ぐらいだったかな。はい。涼しさを求めて家を出てまいりました。はい。滝の裏側に入れる滝、うん、月待ちの滝に向かっております。はい。はい、月待ちの滝にやってきました。はい、はい、見ていきます。はい、連休ということもあって駐車場はいっぱいでした。はい、しばらく待ったね。うん、はい、混んでるかもね。うん、そんなに広い敷地じゃないんですね。そうだよね、全部もみじだね、ここね。本日のそうめんは終了しましたって。そうめん、流しそうめんなんだよね。うん、ゆーって上から流れてくる。はい、どうですか、滝の様子。うん、はい、滝の裏側に行ってきました。うん、やっぱ少し涼しかったかもしれないですね。うん、上がってきたら暑い。暑い、うんうん、はい、じゃあ滝降り並びますか。そうですね、はい、滝降り終了していました。残念でした。残念ながら食べれませんでした。生メロンとかあるのね。うん、ね、うん、はい、うわ、すごい、すごい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 、すごい、はい、ここは残念でした。天然氷なんですよね。うん、残念でした。なんてこったです。滝を見てたら終わってしまいました。並んでたら食べられたかどうかっていうのはちょっと微妙なところかもしれないですけどね。うん、微妙だったね。うん、どこが最後だったんだか。
はい、じゃあ帰ります。帰ります。